はいどうも、今井ボットと申します。ドーナツ屋さんを代表するミスタードーナツ、通称ミスドには期間限定で抹茶商品を出すことがあります。こちらのドーナツは近所のミスドに生息したホンデダブル宇治抹茶です。美味しそうですよね。この抹茶にはこだわりがあるようで、この緑色は抹茶本来の色味なんだそうです。だからこそ光に当たると退色してしまいます。というわけで、今回はこのとっても美味しそうなホンデダブル宇治抹茶を光に当て続けると本当に緑色が退色してしまうのか、これを検証します。それでは早速やっていきましょう。というわけで早速ドーナツを外に出していきます。虫などが集まらないようにラップをかぶせます。そしてこのまま外に出して放置します。4時間半ほど放置してみました。抹茶の色は薄くなっているでしょうか。微妙です。薄くはなってはいますが、カメラ越しで変化がわかるほど薄くなっているかと言われると微妙です。もう少し晒していきましょう。夜なのでひとまず室内に置きます。翌日の朝になりました。どうなったか見てみましょう。朝日である程度退色は進んだのでしょうか。ほら、うわ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 、おお、退色してる退色してる。最初と比べるとだいぶ色が薄くなりました。これからさらに日光にさらしてしまおうかと思います。昼になりました。体内の水分がかなり蒸発していますね。抹茶チョコ部分も少し溶けています。早速中を見ていきましょう。お、かなり色が薄くなっています。ほら、すっかり鮮やかな緑色が抜けてしまっています。最初と比べると違いがよくわかります。ドーナツを包んでいた紙に書かれていることは本当だったようです。というわけで今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。